飛行機の主翼についている仕切り板は何のためにあるのでしょうかそれは後退翼機の翼端失速を防ぐためです。翼端から失速すると、エルロンが効かなくなったり、飛行機がバランスを崩したりするので、翼端失速は起こらないのが望ましいです。主翼を後ろに傾けた後退翼機では、空気はまっすぐ流れず、翼端に向けて斜めに流れます。すると空気が翼面上を流れる距離が長くなるので、翼端表面の流速が低下し、失速につながります。 これを防ぐために飛行機の主翼には空気が斜めに流れないようにする仕切り板が付けられているのです。